このキャンペーンは交通量が増える毎年8月の1ヶ月間行われているもので、初日の今日は福島市で出発式が行われました。県警によりますと、県内の高速道路では去年8月の1ヶ月間に96件の事故が発生していて、新型コロナの行動制限がない今年は交通量が増え、事故の増加が懸念されています。キャンペーンに合わせ、今日は交通安全を呼びかけるグッズが県警などからトラックの運転手に配られました。こちらのグッズは車内のドリンクホルダーにおける写真立てになっていて、すべて福島市内の神社で交通安全の祈祷を受けたということです。高速道路上で事故を起こした場合、これは特に普通の道路とは違う動きをしなければいけませんので、決して道路に飛び出さない、あとは道路に立たない、そういうところを徹底してもらいたいと思います。県警では今月中、高速道路のパトロールを強化して事故防止に努めるとしています。